もご利用誠にありがとうございます。はい、ホワイトデニムのご依頼をいただいております。はい、こちらはそうですね、ちょうど股の部分になりますね。はい、汚れがございます。はい、こちらにも小さいですが汚れがございます。はい、目立つ汚れはまあこのような感じですが、もううっすらとね、全体がやはり、少し黒ずんだような感じで汚れておりますね。はい、反対側ですね。はい、この膝の裏ぐらいになりますかね。はい、よく汚れる部分です。こちらもここはもう広範囲にうっすらとした汚れが付着しております。はい、裏側も同様にですね、もう広範囲に全体にもくすんだような感じですね。はい、もう白い衣類ですのでね、もう必然的に普通にもう使用しているだけでね、意識しようがしまいがどうしてもね汚れてくる、これはもう仕方がないことですね。はい、これはまあ、取り除いていくことになるんですけれども、はい、もう実際にはね、もう漂白洗いですね、こうクリーニングとシミ抜きを同時に行う、まあ、そういった洗い方で実際には作業いたしますが、はい、ただまあね、動画で事例としてご紹介させていただきますのでね、はい、まず部分的に取れるかどうか確認の意味を込めてね、やってみたいと思います。はい、これまあ普通の洗剤になるんですけれども、中性の、はい、もうね洗っていただいたぐらいでは取ることができませんのでね、もう漂白していくことになりますね、ここから先は。はい、今部分的な作業を行っていますけれども、これを実際には、洗浄していく中で、洗っていく中でね、行っていくということになりますね。はい、漂白をするとこのようにね、除去することができます。はい、ご家庭でもね、行っていただけない、こともないかとは思うんですけれども、はい、こちら見てください。はい、プリントが施されてますね。はい、ブランドロゴがあしらわれたプリントが施されていますが、はい、こちらの取り扱いがね、我々プロでもね、ちょっと慎重になる、そういった、デザインになりますのでね、はい、やはりここはね、クリーニングをご利用してね、お任せいただければと思います。はい、今部分的にね、場所取りしてきましたけれども、はい、きれいにすることができますのでね、はい、後ほどまたご報告させていただきます。はい、ありがとうございます。はい、ホワイトデニムのシミ抜き完了しております。はい、全体の汚れですね、はい、特に黄ばみが目立っていましたけれどもね、はい、この辺りに一箇所あったと思います。はい、あとお品全体がね、くすんだ状態になってましたけれどもね、はい、はい、染み抜きと同時にね、漂白洗いさせていただきました。はい、白さが、際立っておりますね。はい、後ろのこの膝あたりでしたかね、膝ではないですね、ごめんなさい、太ももですね。はい、太ももの裏あたりですね。はい、こちらがね、広範囲にね、
目立つような状態でしたが、はい、綺麗になっております。はい、反対側も同じく、はい、もうあのね、漂白洗浄でね、もう一網打尽にね、汚れを除去しますのでね、はい、隅から隅まで綺麗な状態です。はい、ね、綿とポリウレタン、ストレッチ素材ですね、2% 混合されたお品でした。はい、こちらの方少しシワになっているかと思います。はい、こちらにもございます。はい、こちらはそうですね、おそらくそのポリウレタンの劣化による、波打ちですね。はい、こちらもあの最初のね、ビフォーの動画でもね、映り込んでいるかと思いますけれどもね、はい、どうしてもね、やはりアイロンで伸ばしきれない部分でした。はい、ですのでね、どうしてもね、あまり汚してしまうとね、こういったね、ポリウレタンに影響を与えるようなね、強い負荷をかける、処理を余儀なくされますのでね、はい、なるべく汚さないようにといってもね、白いお品なのでね、どうしても汚れてしまうのは仕方ないですけれどもね、はい、もうこういったポリウレタンの劣化はね、どうしても避けることができないんでね、はい、まあ、この辺りが精一杯ということになりますかね。はい、プレスに関してはですね、はい、汚れに関してはもう完璧です。はい、ご利用ありがとうございます。